ああ、そうだけど。人を襲う妖怪だそうだな。村の連中に頼まれて退治に来たぜ。おかおか、助けて。おい、待ちやがれ。貴様だ。いちいち言いがかりつけて、オラたちの畑狙いやがって。ちょっと、おばあさん。おめえ、村の連中に何吹き込まれたか知らねえけどな。虫も殺せないようなこの子が人の腹渡食うもんか。汎用だと思ってバカにしやがって。汎用？見たところおめえも汎用だろう。わかるのかよ、ババア。やっぱりな。それにしちゃ綺麗な顔しとるが、そのなりどう見たって半化けだからな。半化けって耳のあたりのことかしら。キ、おめえなら想像つくだろう。自然寺が汎用だってだけで、オラたち親子が村の奴らにどんな扱いされてきたか。あの、いじめられてるんですか。何度殺されそうになったことか。それよりおめえら、ここに何の用で来たんだ。薬草を分けてもらおうと思って。早く言わんかい。薬草が必要ってことは、誰か苦しんでるもんがおるんじゃろうが。早く持ってってやれ。で、薬草と毒消し、どっちが欲しい。薬草。自然寺、薬草分けておやり。はい、薬草。これを煎じて飲ませるといいです。ありがとう。とばっちり食わねえうちにとっとと消んな。バッチリ食わねえうちにとっとと消んな。てめえら、今までよっぽど自然寺をいじめてきたらしいな。犬夜叉。
どっちにしろ真犯人を引っ捕まえなきゃこの場は収まんねえな。あの、私たちが戻るまで自然寺さんを襲わないでください。じゃあ行ってくるぞ。
ここだ。殺された女の血の匂いがするぜ。どうする？中に入って調べるに決まってんだろ。行くぜ。何もいないね。